お盆っていうのお盆の曲ってないよね。
ないね。ブルース・スプリングスティーンのボーン・イン・ザ・ユー・エス・エイ。ボーン。パーン。そのボーン言ってんだよ。まあ、それとして、まあ、梅雨明けてないということで、でももう暑いですよね。夏真っ盛りになりつつあるということで、ね、1曲目は、ベンチャーズの、ダイヤモンドヘッドからパイプラインをメドレーをお送りいたしました。続いての曲は、まだ梅雨だということで、雨の曲を聴きます。CCR の雨を見たかった。Have you ever seen the rain?小中学生、高校生ぐらいは夏休みに入る。ね、ということで、夏休みと、ね、バケーションの季節です。というわけで、ゆっこが歌います。コリンフラッシュ、バケーション。
それで今日、1回目のステージですね、夏をイメージして、曲構成をしてあります。で、次の曲ですけども、あのこの曲の歌詞とかについては、一切夏という、季節感はないんですけれども、あの映画の中でこの曲が使われた時に、バハマの海岸でメンバーが戯れるという、そういうなんか映像的に僕の中では、この夏の曲です。そう、テレビとかで、皆さん、ご覧になるときは、日曜日の午後第一テレビ、日テレ系です。何でも鑑定なんです。聞きましょう、ビートルズの方は。ワン、ツー、ワン。Don't you stand in my way. You're gonna need someone. お前関の 海水浴場マリンパークでも、いろいろやっておりますので、ぜひ、ね、遊びに行っていただきたいと思います。バナナボート乗れたりとかしますので、マリンパークね、水着で聞いてない、だいたい MC 聞いてないんですから、この人たちはこの人たちは伝統寮だ失敗人からでということで、マリンスポーツの、曲を1曲、ビーチボーイズのナンバー、サーフィン USA。
梅雨明けてないんですけどっていう話を先ほどしましたけど、あの梅雨の晴れ間って、結構ね、すごく気持ちのいい、さつき晴れという、なんかそういうイメージがあるんですけど、ここのところ梅雨の晴れ間って、もう、真夏、ものすごい暑さですよ、ね、で本来こうあってほしいということで、爽やかな日曜日今日やりたいと思います。爽やかであってほしい、クリクリです。行ってみましょう。ダニエル・ブルーンの、ビュートルさん、今度はですね、もともとの曲のタイトルは、Crying in the Storm, in the Storm という、嵐の中で泣いているという、そういう曲なんですよ。片思いの彼氏に、なんで私を選んでくれないのみたいな、そんな悲しい曲なんですけども、日本語の曲では、これはもう、太陽がギラギラ照りつけているのにみたいな。圭吾さん、はい、嵐で突っ込んでやるんですか。嵐嵐の曲知らないよね。なんかボケようと思ったけど知らない。ごめんね。じゃあおじさん頑張って歌ってもらった。ごめん、俺 V6 止まりだ。
きましょう。エミジャクソンのバル涙の太陽。ラストの曲になりました、ね、今日も3回ステージありますんで、ね、あっという間ですよ。なんつったって1曲が短いですから、ね、大体あの平均2分半ぐらいです、ね、今時の歌謡曲、歌謡曲っつうのも今時はないか今時のあのね、アーティストの歌だと5分ぐらいその半分です、ね、2分で1曲はないですから、今回ですね、8曲やりましたよ。いや、言いますか、実質4曲労力としては4曲こんな感じで、ね、1回目のステージ、ラストの曲です。ラストの曲は、ね、もう タイトルにも夏っていう、ね、言葉が出てます。行きましょう、エディ・コクランの Summertime。